バレーボール男子、パリ五輪予選圏 WIB 組日本 3-2 フィンランド、30日、東京、国立代々木競技場、2024年パリ五輪予選を兼ねた W 杯が始まり、世界ランク5位の日本、龍神日本は、同28位のフィンランドをフルセットの末に破った。2セットを先取しながら、第3セットからリズムを失い 2-2 とされる苦戦。最終第5セットも相手に粘られたが、どうにか振り切り白星スタート。今大会の相手で最も世界ランクの低い相手に苦戦と五輪切符獲得には不安が残る出だしとなった。石川は、いいところはあまりなかった。出だしとしては勝ったからまだ良かった、とコメント。消化不良の様子が表情から見て取れた。第1セットは徐々にリードを広げ、要所で石川の連続サービスエース、SA、などで加点して 25-14 で先取。第2セットはリードを許したが 12-8 から、奥の手、セットフェイクを西田が成功させるなど奪ったリードを守り、25-15で連取した。第3セットは高橋愛の連続ポイント、西田の SA でリードしたが相手の SA で逆転され、日本はサーブミスが続く苦しい展開に。空中で吊るしたカメラのワイヤーが切れて約12分間、中断するアクシデントの後に流れを取り戻したかに見えたが、25-27 でセットを奪われた。第4セットはサーブに苦しみ、10-10-4連続得点を許すなど終始リードを奪われると19-25と失い、フルセットにもつれ込んだ。第5セットは序盤からリードを奪い、相手に追いすがられたがそのまま逃げ切った。東京五輪後に就任したフランス人のフィリップ・ブラン監督のもと、イタリア一部で活躍する石川や高橋藍が攻守で牽引し、強打の西田も復調。アタッカー陣をリードするセッターの関田正弘が中心となり、快進撃を続けてきた。石川主将は今大会へ、五輪予選で切符を取らなければ、その先のパリ五輪でも勝負できない。ここで、決める、と強い覚悟をにじませていた。8年北京大会以来、4大会ぶりの自力での五輪出場権をかけ、今大会は10月8日までの9日間で計7試合を戦う。各組で出場8チーム中、成績で上位2チームにいれば、五輪出場が決まる。日本にとっては終盤の世界ランク8位スロベニア、同2位の米国戦が山場となりそうだ。すでに全日程でチケットは完売しており、選手たちは大声援を力に変えて五輪切符獲得を目指していく。日本の現在地日本は開催国枠で出場した21年東京五輪で92年バルセロナ大会以来の8強入り。今年は6、7月のネーションズリーグでは、主要国際大会で46年ぶりの表彰台となる初の銅メダルを獲得。8月のアジア選手権でもアウェーの決勝でイランにストレート勝ち。今月25日には本番会場でカナダとの強化試合に臨み、3-1で快勝し、弾みをつけてきた。